妙な波動で力をせセル、とどめだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを見よう。その時にせいぜい後悔する。なんだと、どういう。しまった。くそ、逃げられたか。気を感じねえ。探す。18号さん、大丈夫ですか。多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことは分か。そうですか。あの18号さん。いえ、こちらこそ助かりました。お二人とまさか波動の影響下で。波動？なんか知ってんのか。あ、もしよかったら18号さんに。彼女には絶対にカメハウスから出るなって。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんで。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまではわかりませんが。もしかしてクローンが出現したり。はい、全て軍の仕業。私は波動によって戦士の気を抑え、これはリンク技術というもので。ですが軍の目的が。18号さんとは逃走中に知り合い一緒に逃げる。でも途中でセルと遭遇して。18号よくわかんねえけど、つまりそんでおめえは軍を辞めようとしたら襲われたっちゅうことか。お願いです、レッドリボン軍を。もちろんです。二度と悪さをできないよう。ちなみにレッドリボン軍の基地ができれば道案内をお願いしたいので。すみません、基地の正確な場所はわからないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに。あそこならここより安全なはずだし。いえ、家族のことが心配なので。うち、私のことより一刻も早く。はい、わかりました。これやっくり